撮影日、2023年4月25日、河原ひわさんはかぼちゃの種を食べるのか、ひまわりの種と麻の実を一緒に並べて検証してみた。皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。ルートレス山崎です。本州から海を渡り、長い旅の末、北海道の東端の釧路まで来てくれた河原ひわさん。せめて餌になるタンポポが咲いて、綿毛を飛ばす頃までは少しだけ給仕しようと思っています。そこで、シジュウカラさんのように、河原ひわさんは、かぼちゃの種を食べるのか、検証してみた動画です。餌の入った皿には、左から定番のひまわりの種、中央にみんな大好き麻の実、右端に問題のかぼちゃの種です。躊躇することなく、麻の実を食べ始めた河原ひわさん。やはり、麻の実は人気がありますね。他の餌には目もくれず、麻の実を一番に選びました。麻の実を狙ってスズメさんの登場です。いつもは仲良く一緒に同じ皿から餌を食べる両者ですが、麻の実があると話は変わります。自分より大きな河原ひわさんを追い出し、スズメさんが麻の実を独り占めです。河原ひわさんが帰ってきましたが、スズメさんに追いやられます。麻の実は争いのもと、喧嘩になってしまいました。結局、ほとんどスズメさんが食べてしまったようです。スズメさんがいなくなったところで、河原ひわさんが帰ってきました。果たして、麻の実は残っているのか、かぼちゃの種は食べてもらえるのか、続きを見てみましょう。スズメさんが蹴散らかした、麻の実が残っていたようです。丁寧に探して、麻の実だけを食べています。スズメさんがガサツな鳥でよかったね、河原ひわさん。ここでようやく麻の実がなくなったのか、ひまわりの種を食べ始めました。くちばしでひまわりの種を割る音が聞こえています。丁寧に種を回しながら割る河原ひわさん。この丁寧さが河原ひわさんの特徴です。やっとここでかぼちゃの種を食べ始めたのかと思ったら、ここにも麻の実が飛んできていたようです。かぼちゃの種の間から麻の実を見つけて食べています。次はかぼちゃの種を食べてくれるかな。かぼちゃの種には目もくれず、ひまわりの種のところに戻ってきてしまいました。ひまわりの種のところでも麻の実が落ちていないか、丁寧に探していますが見つからず、仕方なくひまわりの種を食べているようです。この撮影の後も何度か餌を食べに来ましたが、かぼちゃの種は食べてくれませんでした。もしかするとスズメさんのように殻を剥いて中身だけにしたら食べるのかもしれませんが、今後はかぼちゃの種はメニューから外すことにしましょう。今回の件とは別件になりますが、河原ひわさんの餌はシジュウカラさんと同じものです。ここ数日、シジュウカラさんが食べに来ないということは、やはり住宅地を離れ森や湿原に帰ったのでしょうね。毎年河原ひわさんが姿を見せると、シジュウカラさんの姿が見えなくなるので、これも自然の摂理なんでしょう。ということで、今回の検証結果は、河原ひわさんが好きな餌、
ナンバーワンは朝のみ、次はひまわりの種で、河原ひわさんはかぼちゃの種は食べないという結果になりました。次回はイネ科の植物が大好きな河原ひわさんはお米も食べるのか、でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。